明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ11回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の立花、対するジャイアンツの先発はうなる剛速球犬飼、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の立花、これが9試合目の登板、今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは止まる。第9ストライク。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、打った。立花ボールを取る、ピッチャーから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手坂本。背番号6。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、まっすぐ見送ってストライク。さあ4球目打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ。さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン。第8号先制ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは3番勇気。第9見送ってボール。第2球投げた、低め決まってストライク。投げた、ボール。さあ4球目打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、勇気ナイスバッティングです。バッターは4番岡本。背番号25。第9ボール肩越しにランナー見た。第2球投げた、ストレート空振り、重そうなストレート。投球は3球目投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。投げました、ボール、アウトコース低め。第6球は引っ張った、レフト下がった、ワンバウンドヒット、レフトからサードへ。岡本いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、直球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。第3球を投げた、空振り三振、立花3球で仕留めてみせました。バッターは6番、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球ボール。第3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった。ジャイアンツさらに1点追加、タイムリーツーベースヒット。スワローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。バッターは7番丸。第9初球を打った、センター前進、取って、これで3アウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、スワローズ先制点を奪われています。マウンド上ピッチャーはうなる剛速球犬飼、これが8試合目の登板。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。
先頭バッターは神谷。第2球投げた、内側いっぱい、決まってストライク、キレのある変化球。第3球を投げた、低め、外れてボール。第4球を投げた、打った、流し打ち、勇気掴んだ、勇気自分でベースを踏んでアウト。右バッターボックスは2番山田。第1球投げました、外角低め、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、2球目空振り。第3球は外れた、ボール。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは3番三幸。第9球投げました、決まった、ストライク。投球これから2球目、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球は打ちました、アルボール。第5球投げました、ボール。投球はこれから6球目、アウトコース高め、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。犬飼上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川。第9球見送ってストライク。第2球見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げた、内角低め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、三振。バッターはピッチャー犬飼。第9球アウトローを見送ってストライク。第2球投げた、ストレートはボール、外角低め、投げた、スライダーボール。投げた、流し打ち、どうだ、ファール。次は5球目、打った、飛びついた、ライナーだ、ヒットになります。犬飼ナイスバッティングです。打順は1番に帰って止まる。今日早くも2回目のバッターボックス。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第4球は打ちました、センター落下点、掴みました、ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げました、初球空振り。初球空振りから第2球打った、レフト落下点に入りました、取りました、これで3アウト。1塁ランナー犬飼残塁に終わりました。2回の表が終わって2対0です。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターはサルド。第2球投げました、打ちました、止まる、落下点に入った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターツバメのスイッチヒッター記念、初球決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、打った、吉川ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番坂口。第9球初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、流し打ち、岡本交代、ワンバウンド、坂口いいバッティングを見せました。バッターは7番チャイルズ。第9球ボール。
抑えるず、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。投げた、外角低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、インコース低め、ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。さあリプレイです。2回の裏が終わりまして2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番結城、低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球投げました、ボール。投球は3球目投げました、打ちました、フラフラっと上がった、山田下がっていった、落下点で構えます、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番、岡本。第9投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番、佐藤。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9投げた、初球から打ってった、ショートバウンド、ボールを取った、チャイルズ軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ、立花見事ジャイアンツ打線を抑え切りました。3回の表が終わって2対0です。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー立花。第2球投げた、ストライク、伸びのあるストレート、追い込んで第3球を投げた、一つ外した、ボール。投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ショートバウンド、岡本うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って神谷、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球2球目ストライク、変化球にキレがあります。第3球を投げました、カットボールはボール。次は4球目投げました、インロー空振り、少し迷ったか。さあ5球目打った、流し打ち、勇気ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番山田、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました、完全に外れた、ボール。さあ次の投球投げました、超スローボールはボール。第3球を投げました、見送ってストライク、伸びのあるストレート。次が4球目投げた、打った、ファール。追い込んでから第5球投げた、打った、フラフラっと上がった、取ってアウト、3アウトチェンジ。スワローズ三者凡退に打ち取られました。3回の裏が終わりまして2対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。投げた、初球空振り。第2球投げた、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは平際の魔術師丸。第1打席はセンターフライに倒れています。第9投げた、高めストライク、タイミング合いません。第2球ボール。投げました、打ちました、打球はショートの右、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番吉川。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。立花3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって2対0です。スワローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは三浦、外角低め、見送ってストライク、いきなり153キロ。
第2球投げました、打ちました、切れていきます、ファウル、投げました、一つ外してボール、次が4球目投げました、見送ってボール、投げた、ボール、第6球を投げた、打ちました、ショートバウンド取った、坂本軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番サルノ。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、ストレートはボール、第3球を投げた、チェンジアップ見送ってストライク、追い込んで投げた、打ちました、ライトへ上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはツバメのスイッチヒッターキネ。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目空振りから第2球投げました、打った、岡本取った、アウト、スリーアウトチェンジ。犬飼、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー犬飼、1球目ストライクから投げました、決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、インコース高め、空振り三振、立花見事なピッチングです。バッターはトップに帰って止まる、今日はピッチャーゴロとセンターフライ。初球ストライクから第2球投げました、スライダーボール、第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は流し打ち、どうだ、ファウルボール、第5球投げた、打った、抜けた、止まる、いいバッティングを見せました。バッターは2番坂本、第9、1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを詰められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球打った、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、初球はストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクからアウトコース、スライダーは外れてボール、第3球を投げた、打ちました、ファウルボール、第4球を投げた、ストレートはボール、投球これから5球目、ボール、第6球は打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、勇気、ナイスバッティングです。スワローズ、なおもピンチが続きます。第9投げた、ボール、投球これから2球目、ボール、第3球を投げた、ストライク、投球これから4球目、決まった、ストライク、次は5球目、投げました、ボール、第6球をランナースタートを切った、スライダー見送ってフォアボール、これで満塁です。第1球投げました、打ちました、初球打ち、三遊間の打球アウト、スリーアウトチェンジ、三者残塁、5回の表が終わって2対0です。5回の裏、2点を追いかけます、スワローズの攻撃。トップバッターは坂口、カットボールはボール、投げました、打ちました、ファール、第3球は外れた、ボール、投げました、打った、これはピッチャー真正面、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番チャイルズ、第1球投げました、外角、
外れてボール。第2球投げた、変化球ストライク、インローへ。投球は3球目、投げた、決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球は外角、空振り三振。バッターは8番柴、今日2度目のバッターボックス。投げた、初球を打ちました。吉川ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズわずか3人で攻撃が終わりました。前半が終わりまして2対0です。試合は後半6回に入ります。第9球ボール、第2球投げた、打ちました、セカンド右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター平際の魔術師丸、今日はセンターフライとショートゴロ。第9球外角高め、際どい球、ボール。投げた、インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げました、インハイ見送ってストライク、重そうなストレート。第4球を投げました、打ちました、山田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは8番吉川、今日は三振とセカンドフライ。投げました、スライダーはストライク、タイミング合いません。初球空振りから投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、猿の掴んだ、一塁へ送る、バーッと送球それた、記録はヒット、記録はヒットです。立花降板、右の山中、これが12試合目の登板、期待しましょう、注目の投球です。第9球見送ってボール、一塁へ牽制球を送ります。さあ次の投球ボール。第3球直球ストライク。第4球をランナースタート、キャッチャー二塁送球、間に合うか、盗塁を許します。吉川今シーズン8個目の盗塁を決めています。さあ投球は5球目、5球目ストライク。第6球は外れました、フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。今日は安打を放っています、バッターの止まれボール。まずは低め。第2球投げた、外れた、ボール。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ。3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げた、ボール、内角低め。さあ投球は5球目、見送ってストライク。さあ6球目ランナー一斉にスタートします、これは引っ掛けた、取ってこれで3アウトチェンジ、2者残塁。6回の表が終わって2対0です。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー山中、投げた、見送ってボール。第2球2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、見逃し三振、バッターアウト。打順は1番に帰って神谷、今日はファーストゴロとファールフライ、チェンジアップはボール。第2球投げました、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、ファールボール。さあ4球目打ったいい当たりだ、クリーンヒット、神谷いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました。右バッターボックスは2番山田、今日は三振とセカンドフライ。投げました、カットボールはボール、まずは膝元。投げました、空振り、タイミング合いません。第3球はボール。
投げました。低めいっぱいストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。追い込んでから投げた。流し打ち、ファースト左へのライナー。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。初球はカットボール、空振り。少し迷ったか。1球目空振りから、外を際どいボール。投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げた、打った、引っ張った、ボールはライナーでライトへ、取りました。これで3アウト。一塁ランナー神谷残塁に終わりました。中盤まで終了しまして2対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは守備の名手坂本。外角ギリギリいっぱい、ストライク。第2球インコース高め、ボール。第3球を投げた、打ちました、当たり、そこでのセカンドゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番結城、今日はここまで3打数2安打。投げた、スライダー決まってストライク。第2球投げました、変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。第3球は打った、痛烈な当たり、山田ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第9投げました、見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。投球は3球目、投げました、打ちました。猿のボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。上空には投手を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは猿の。第2球投げました、高め決まってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた、直球、空振り三振。猿の3球三振に倒れました。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、引っ張った、サードから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボクサー6番坂口。第9投げた、初球打った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。犬飼、ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。第9投げた、インコース外れてボール。第2球投げました、打った、引っ張った、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打った、ライトへの打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番。第9投げました、ストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げた、危ない球。投球これから4球目、スローカーブ、ボール。第5球投げた、アウトコース高め、ボール。投げた、ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。第9投げた、内角際どい球、ボール。第2球投げた、ボール。
第3球を投げました。ボール。次は4球目、直球ストライク、インコースへ。第5球投げました。5球目ストライク。さあ6球目投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。打った、三遊間の当たり。芝取った、ボールはファーストへ。一塁セーフ、セーフ、セーフ。第1球投げました。危ない球投げました。スライダー見送ってストライク。第3球は空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、見逃し三振。8回の表が終わって2対0ジャイアンツ、スコアボードに0が入ります。8回の裏、2点を追いかけますスワローズの攻撃。トップバッターはチャイルズ、ファールボール。さあ次の投球投げた、打ちました。ピッチャー真正面、ピッチャー返し、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番柴、今日は三振とセカンドゴロ。投げた、ボール。第2球打ちました、坂本。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。ピンチヒッターは村上。第1球投げた、ストライク。いきなり153キロ。第2球投げた、アウトローへ、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、ストレートはもう外角へ。第5球投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット。またランナー一塁蹴って二塁も狙う。村上ツーベースヒットを放ちました。打順をトップに帰って神谷。第9球ストレートはもう、さあ次の投球打った、いい当たりだ、センター方向へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁ランナー村上残塁に終わりました。8回までが終了しまして2対0です。山中降板、右の大下、最終回2点ビハインドの場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、初球から打ってった、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手坂本。第1球投げました、初球決まってストライク。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、一二塁間ライナーで破った。坂本ナイスバッティングです。右バッターボックスは3番結城、今日はここまで4打数2安打。第2球投げた、高速シュート、見送ってストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ボール。次は5球目投げた、ストライク。第6球を投げました、外れてフォアボール。バッターは4番岡本、今日はここまで3打数1安打。まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ。初球見送ってストライク。初球ストライクから第2球打った、流し打ち、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、初球はストライク。第2球流し打ち、どうだ、掴んで、これで3アウトになります。2者残塁、9回の表が終わって2対0です。スワローズこの回は2番からの好打順、先頭バッターは山田。スワローズここはなんとか塁に出たいところ。第1球投げました、打ちました、ファールボール。さあ次の投球投げました、ストレート見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を
投げました。インコース低め、空振り三振。山田全くタイミングが合いません。バッターは3番三幸。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。ストレート決まってストライク。いきなり153キロ。1球目ストライクから投げた、ボール。投げた、カットボールはボール。第4球を投げた、打ちました。これは内野ゴロ。岡本ボールを取る、一塁送球アウト。犬飼完封勝利まであと1人。バッターは4番猿野。スワローズ最後のバッターになるのか。ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げました、打った、止まる、余裕があります。掴みました、試合終了です。犬飼見事な完封勝利。スワローズ2点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた犬飼。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は2対0、スワローズ2点差で敗れました。勝利投手は犬飼、敗戦投手は立花。スワローズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。